刻んでいこうぜ。アディダスからアシダス。はい、企業案件じゃない。サムネとタイトル見ていただいた通りなんですけども、うん、ででん、バチクソ使い込んでるやん。アディオスプロ2でございます。お、ボストンテントプライムX、このカラーで我々のチャンネルで紹介させていただいたんですけど、これスルーだったよね。ドスルーしてたよね。今なんでこれが登場したかというと、流れがあります。まあ、あの動画で企業案件とはいえ大絶賛だったじゃない。いや、もう企業案件忘れてたよね。このプライム X、 あ、こっちはプライム X、 ちょっと分かりづらいから。こっちはプライム X、 どっちも持ってるんですけども、このプライム X の10キロ見ました。すごかったね。見てない人は本当に見てほしい。うん、ヨシキが YouTube 史上一番いい走りしてる。それはこのシューズのまあおかげでもあるかもしれないと。うん、そうなったわけじゃない。それだけいい走りしたら、これの1センチ減らしたバージョンがこれなの。うん、やっぱりね、市民マラソンからエリートランナーとか学生まで、はい、いろんな視聴者が見てるので、コメント欄にね、ちょいちょいあの上げ足を取るようなコメントがあって、プライム X の暑さだと規定の大会で使えないとっていう、うん、ちゃうでしょみたいな。まあでもその意見もわかるんで、ってことはこれを使える、これは使えるんです。なるほど。俺思ったんだけど、1センチ削っただけであんま変わんねんじゃね、買いましたと。まあ、こんだけ汚れてるから履いてませんね。もう履いてます。履いちゃってます。はい、履いた結果、予想通りあんま変わんなかった。あ、変わんなかったんだ。なんならむしろスピードはめちゃめちゃ出るけど、安定感がふわふわぐにゃぐにゃ感が気になると。こっちそれもなくなって、なおかつこれの反発も残したまんまっていう。いいこと尽くしじゃん。いいこと尽くしのシューズだったんで、動画にしようと思って、もう一回履いて改めて感覚をちょっと伝えていきましょう。かしこまりました。はい、お願いします。はい、ダッシュでいこうぜ。みんなおおってなったのが、このプライム X のこのスーパーボール。おお、すごいね。アディオスプロ2もちゃんとこれ、おお、ちゃんとなんよ。すごいね。文句なしなし。1,2,3,4,5。え、5足って何？あと1足どこ？な、何がどれ？え？どういうこと？待って。あ、そこにプライム X のもう1足が入ってる。あ、ボストン10もあるってことこれ。そうそうそう、ボストン10混ぜんなお前。うん、本当に超分かりやすく言うと、プライム X を履いた時のあの感動をちょっとだけ薄めて安定感を付け加したみたいな。うん、何付け何。うんうん、あの T シャツインは完全に強豪校。 T シャツインは完全に強豪校だね。ああ、いや、フォームいいね。安定してきたよね普通に。うん、フォームがいい普通に。めっちゃ良くなってるね。ダッシュでいこうぜ。どうです、プライム X、 そんな変わんないんよ。うん、感覚がプライム X の安定感を重視させたような感じなんで、本当にいいことしかないというか。だからその強豪校の一発やめてたから。うん、あとポーズにしよう。え、なに急に無視入る。びっくりした今。こんだけいいシューズなんで、11月末サウルスマラソンあるって言ったじゃないですか。うんうん、それでちょっとトライしてみようかな。お、これでまずハーフやってみると。はい、でまあこれでよかったら、うん、フルもこれでワンチャンあるかなって。おお、レビューだから分かりやすく言うと、ナイキのベイパーフライよりは反発はあります。あるんや。フィット感どうですか。そういえばフィット感はあのね、マジで問題ない。問題なさすぎて忘れた。なるほどね。次、重さ。重さが 215g かな。ベイパーフライがいくつぐらいの。ベイパーフライが187だから軽いな。あいつな、ベイパーフライは圧倒的に軽い。相当尻軽なんだな。ただちょっと今突っ込まないと。ね、尻があるって。確かに、確かに。わけわかんないから。わけわかんない。ベイパーフライの方が軽いじゃん。こっちやめようかなみたいな感覚が全くないぐらい重さ気になんない。あ、なるほどね。むしろこっちの方が弾むからベイパーよりいいかもみたいな思考が先行するぐらいいい。僕は今ベイパーフライも履くし、まあ、これも履くし、2つで練習しながら時と場合に分けながらやってるんで、まだねフルマラソン本番どっち履くかっていうのは決めかねないというか。あ、今んとこあんま大きい声ではないけど2択。このシューズで何も問題なく練習が詰めて本番に挑めたら、もうこれはこのままアディオスプロ2かな。周辺もちょっと履いてみる。そうだね、一回履いてみていい。ダッシュで行こうぜ。履くよ。はい。これ周辺がカメラ回すとさ、この音楽なんの何なの。行かなきゃ。あ、帰りました。あ、本当に帰るじゃん。本当に帰るわ、あいつ。ゲーミングのプログラム的にあそこから、外はないのかな。ちょっと待って、俺も変なこと言ってなかった。うん、帰んなきゃって言ってたよ。
完全に大人帝国や。シュエあれだね、催眠茶ずっとかかってんじゃない。はい、ということで履かせていただきましたけれども、なんかねふわふわ感はやっぱりこっちの硬さよりこっちの方がいいわ、うん、でしょ、うん、そうなんだよ。このアディオスプロよりもこっちの方が柔らかい感覚がわかります。そうそうそう、うん、本当に優しさもあるけど、うん、反発なんだよね。沈んでパーンってこう、そうそうそう、弾かれるこの、これ大事なんだよね。なんかネットだと前作よりも柔らかくなりましたぐらいしか書いてないじゃん。そんな表現で終わらせてほしくないぐらいの素晴らしさなんですよね。ちょっと下ろしてくる。うん、その強豪校はないや待って、朝4時のジジイあいつ強豪校じゃねえな、あれ完全にね、あのじいちゃんや、もう朝のじいちゃん、暗さとかもそう。すげえ、いいじゃん、よしきさん。そうなんだよ、だから、いいね、そう、プライム X は使えないけど、プライム X の感覚のまま公式でも使えるアディオスプロ2最強じゃねっていう動画です。っていう動画だよね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。